私はストリートで生まれた。お人よしのシスターに拾われて、教会で育ったんだ。こんなに汚れちまったから、もう帰ることはできないけど。あの場所は、たった一つの私の宝物なんだ。その教会が、今、借金の方に取られそうになってる。そんなこと許せねえ。絶対この大会に優勝して、賞金を手に入れてやるんだ。どんな汚い手だって使ってやる。そのために、すべてを捨ててきたんだから。どいつもこいつら、ぶっ飛ばしてやる。Let's have some fun, hanging around. Let's go to play fast and loud. Let's go and scream, let's go and shout. Oh baby, I wanna have some fun. Now Joey's gone. We need a chance, I need it now. The whole world's just part of the past. We need a chance.話になんない。その程度でよく渡してやる気になったね。ミス・レベッカ・ウェルシュ。あ、先生。レベッカ・ウェルシュ、あなた学校休んで何をしてるの？先生こそなんでここにいんのさ。先生が聞いてるんです。どういうつもり？先生には関係ないじゃん。ほっといてよ。こら、待ちなさい。許しませんよ。
私としたことが失礼。なんでスクールガールがこんなとこに。調子狂うわね。はっ、私を舐めてかかるなんて。噂のデキシー・クレメッツも大したことなさそうじゃん。あら、そう。何でもいいからさっさと始めましょう。その前にちょっと教えてほしいんだけど。何？ねえ、何食ったらそんな胸になんの？うるさいわね。関係ないでしょ。ケンチ、教えてくれたっていいじゃん。まさかデキシーちゃんを倒しちゃうなんて。楽勝だっての。何に見える？イカれた看護婦。当たり。ねえ、私がもっと強くしてあげましょうか。なんかヤバそうな話に聞こえるけど。まあ、消えな。看護婦の世話にはならねえ。そう、残念。こいつなんかやばそう。あんたさ、柔道のメダリストなんだろ。なんでわざわざレスリングなんてやってんの？どうしても戦いたい人がここにいるから。もう一度
何それ、バッカじゃないの。そうだよ、私格闘バカだもん。レベッカちゃんは？私はもちろん金のため。そういうの寂しいよ。レスリングって楽しいよ。いいじゃん別に、あんたなんかに分かるもんか。あんたと私じゃ見てきた景色が違いすぎるんだ。負けたんだよ、なんで礼なんて言うのさ。精一杯戦ったから。昨日の私よりきっと強くなったと思う。バッカじゃない、意味わかんないよでも試合中のレベッカちゃんはとっても応援してるよ。ガンバ変な。あなた、とても強い人。マコト、倒した。そっか、あんたがマコトが言ってた。アイグル、マコトの仇討つ。覚悟いいか。仇だって。かっこ悪い。でも、ちょっとマコトが羨ましい。何？こっちのこと、行くよ！マコトに続けてぶっ飛ばしてやる！
アイグル、マコトと一緒にまた挑戦する。いいよ、今度は二人まとめてぶっ飛ばしてやるから。ちょっとマイク貸してくださる？レベッカ・ウェルシュ、もう逃がしませんからね。先生、どういうつもりなの？このままだとまた留年になりますよ。ああ、こんなところで言わなくてもいいじゃん。かっこ悪いな。かっこなんて気にしてる場合ですか。もう早く学校に戻りなさい。ほっといてよ。私は何が何でも優勝しなきゃならないんだ。邪魔するつもりなら先生だってぶっ飛ばしてやる。続けるのね。ごめんね、私どうしても賞金を手に入れなくちゃならない。なぜそんなにお金が必要なの？理由だけは教えて。私を育ててくれた教会潰れそうなんだ。だから誰かが稼がなくて。どうして話してくれなかったの？先生には関係ない。これは私の戦いだからさ。私みたいな落ちこぼれはさっさと見捨てて、もっと大事な生徒たちの面倒見てやってよ。じゃ、ミス・ウェルシュ。見てたわよ、昨日の試合。先生をぶっ飛ばしちゃうなんてかっこいいわね。ああ、そうだよ。もう帰るところなんてない。どいつもこいつもぶっ飛ばしてやる。そうそう、その調子よ。今日は私が最後のテストしてあげる。
この小娘が。何？私の生徒から離れなさい。先生。ミス・ウェルシュ、大切じゃない生徒なんて一人もいないの。あなたは私の誇りです。先生、私、思いっきり戦いなさい。そしていつでも学校に戻ってきなさい。先生。ああ、ムカムカする。悪いけど、私そういうドラマ大嫌い。レディエックス。
やった！やったよ先生！よく頑張ったわ。さすが私の生徒です。さあ、学校に帰りましょう。たっぷり補習をしなきゃね。それなんだけどさ。ん？なんか私、友達とかできて結構楽しくなっちゃって、レスリング。そう、よかったわね。だからさ、レスラーになっ